ムアンスリン郡は、台東北部、スリン県にある郡。同県の県庁所在地でもある。スリンとは、大借店の異名の一つである。この名称は、地元の名士、プラヤースリンパック D に由来する。クメール王朝時代にはすでに、クメール人が住んでいた。この痕跡は、市内にある、クメール遺跡、プラーサートムアンティで見ることができる。時代はおり、1763年。 アユタヤ王朝末期、バーン、ムワンティの村長、チエンプムは村を移動し、当時はバーン、クープラタイと呼ばれていた、現在のスリン市街地に移住した。その後、バーンクープラタイは、アユタヤ王スリアートアマリンにより、ムワンプラタイサマントナを改められ、チエンプムは、プラヤースリンパック D のカニーに就いた。年、ラマ一世は、プラヤスリンパック、D、のら、 スリンを借りて、ムアンプラタアイサマンを、ムアンスリンと名付けた。その後、軍の制度が導入されると、スリンは、タックシンスリン軍と名付けられたが、1913年、ムアンスリン軍に改称した。地位側の形成した平地にあり、同化成やフワイサネーエン貯水池、アムプン貯水池などが、軍の主な水源である。軍南部には、パノムサワアイ森林公園がある。 国道216号線が東西に通っており、東にシーサ系と西にブリーラム方面と通じる。国道214号線が南北に通っており、南にカープチューン方面、北にロイエット方面と通じる。2077号線が東南に向かって伸びており、参加方面と通じる。スリンの名産品、タムボンターサワーンのシルク製品群の 主な産業は農業で米が主な産物である。また、シリキット比の公園でタムボンターサワーアンでは絹製品の生産が盛んである。また、タムボンアンティーではズルで編んだバスケットの生産が盛んである。軍は21のタムボンに分かれ、さらにその階に285の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には20のタムボン養成体がある。 以下のリストで結番のタムボンは、現在分離し、クワオシナリングとなっているタムボンである。タムボンナイムアン、タムボンパンチャイ、タムボンピアラーム、タムボンナーディー、タムボンターサワーン、タムボンサラックダイ、タムボンターオン、タムボンサムローン、タムボンケイアイ、タムボンノークムアン、タムボンコウコウ、タムボンサワーイ、タムボンチャニエン、タムボンテーニー、タムボンナーブは、 タムボンムアンティー、タムボンダーム、タムボンブルーシー、タムボントラセーン、タムボンサレーンパン、タムボンカーコ。ありがとうございます。